どうする、今回はスイッチとか Wii U とかで使えるボブくんの作り方を紹介したいと思います。まあ、前の動画でスマブラにボブくんを参戦させましたが、このボブくんは他のミーを使う、例えばマリオカートとかでも出現させることができるので、皆さんボブくんを使ってゲーム中にアンモニア臭を発生させましょうっていうことで、早速ボブくんの作り方入っていきます。今回はスイッチで紹介するんですけど、まずはホームに戻って設定のミーを作成を押してください。そしたら新しく作るを選択して初めから作ります。女かな、男かな、くんがつくから女ってわけじゃないよ、仮として男としておきましょう。そしたらまず顔を選びます。ボブくんはね、こういう卵型ですね。次に髪型です。ボブくんはもちろんハゲですね。そしたら次に目です。目はもうね、言わなくてもわかるこの丸いやつ。そして離しておきますなんか鼻くそ食べてそう。鼻はこのスイカの種にしてめっちゃ小さくしておきます。それで次に眉毛です。眉毛はこのまっすぐなノリのやつを黒色にして配置をいじります。まず近づけて大きさを超ちっちゃくします。でそれを一番下まで持ってきて、ほらだんだん形になってきたでしょ。次に口ですね。口はこのアヒルみたいなやつにしてください。そして配置です。ちょっと小さくしてこれを上に持っていきます。こんな感じですね。それでもちょっと物足りないのでほくろを追加して、ここの配置をど真ん中に持ってきてください。そして最後に鼻をいじります。ボブくんはね、葉っぱ一枚なんですけれども、ちょっと任天堂の社長さんにボブくんを抹消されちゃうので服を着させてあげてください。あとはニックネームに卵とつけるとボブくんの完成です。ちょっと顔ね、あ、もう少し小さい方がいいね。唇の色もこのオレンジから赤に変えとくともっとボブボブ感がありますね。ってことで卵完成しました。これをこのミーファイターとかで作って遊びましょう。スマブラ以外にもマリオカートとかいろんなゲームがあるので、そこにボブくんを登場させてゲームを汚染しちゃいましょう。皆様のご活躍をお祈りします。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!